雲の中では何が起こっているのか、雲を掴もうとしている話の第2班に、スペシャルサンクスリストが加わるということで、昨日で締め切りになりました。最終的にね、300人を超えるという人が、名乗り出てくださってありがとうございます。それで、当初は予定してなかったんですけど、そのスペシャルサンクスリスト以外に、後書きをですね、もう全体的に書き換えると、アラケンが突如言い出してですね、昨日の晩、なんていうか徹夜でですね、ずっとこんな書き換えをしようと思うみたいな感じでですね、僕らやり取りしてたんですけど、なんていうんですかね、今回の第1版の方の後書きはですね、何十人かの人に具体的に感謝と、どういう本です、どういうつもりで作りましたっていうような後書きなんですけど、一般的な後書きのスタイルですね。で、第2版はですね、アラケンがやっぱりそのこうやって広まっていくうちに、で皆さんからの反応があるうちに、もともとあったんですけど、そもそもどうしてここまでして雲の面白さを伝えたいのかと、この本をどうしてここまでみんなに強く自分自身が進めたいのか、彼の周りの人が、しかもそのさらに外側にね進めてくれるのか、そこに今一度、このわずか1週間とかそこらですけど向き合ったら、ちょっと違う言葉が後書きに載せたくなったということなんじゃないかなとは思います。彼はとにかく入り口は雲の面白さを伝えることから入って、最終的な出口は災害ゼロの未来に向かうことですよね。で、そこの途中でどんなアクションを読んでくださった方に呼びかけたらいいのかと、読んで終わりじゃないと、読んだその先の読んだ人たちそれぞれがに具体的にどうしてほしいかということですね。ことをですね、最終メッセージを後書きにどう載せるかっていうことが彼の中で少し変わったんだと思いますね。だいぶ雰囲気が違うと思います、第2版の後書きは。初版を買われた人はですね、ぜひ第2版の後書きだけ見比べていただけたらなとは思いますけど、素晴らしいメッセージになってると思います。そうですね、単純にね、ここまで1週間っていうのはがむしゃらにね、とにかく素晴らしい、未来に少しでも近づくように広げてほしいということをね、とにかくエネルギーを上げるということを中心にお願いしてきたというか、協力してくださいという感じで来たんですけど、そのおかげさまでですね、答えてくださった方もたくさんいて、造反ということになったわけですけど、まずだから第一ステージは目的というかですね、目標にしてたところまで来たんじゃないかなと思います。で、第一ステージで終わりではなくて、これからですよね。まだまだこれから第二ステージ、第三ステージって あると思うんですけど、次の第二ステージで何百人っていう、なんですかね、志を同じくしてくださる方がさらにそのパワフルに、災害ゼロの未来を具体的にどういうアクションで、作っていくかと、それはもう本当それぞれだと思うんですけど、だからこの本の中からどの章でもいいし、どの知恵でもいいと思うんですけど、なんかね、一番自分に響くところをぜひなんていうかはっきりさせてもらえたらなと思うんですね。僕はそう思います。アラケン自身はまたちょっと違うニュアンスのことを思ってるかもしれないですけど、僕はその読者
自分一人に止まってほしくないので、その一人一人がまたさらにその、リーダーになって、この本の中の、まあ、何か一つ核を見つけて自分の中で消化して、でそれをさらにその自分の周りに対するコミュニティみたいなものを少し作っとか、リーダー的な存在になって、まあ、広げるような活動とか、会話とかそういうものにつなげていってほしいなと僕は思いますね。まあ、だからそれぞれだとは思いますけど、何か一つ、この本の中から、あ、ここだと、自分全体的にっていうことを今まで言ってきましたけど、その中でも特にここなんだっていうのをですね、考えてみていただけたらなと思います。それでは第2版お楽しみに。